はい、皆さんこんにちは、しゅなたんです。新年明けましておめでとうございます。あそこに見えるツリーはですね、今現段階だとまだ年を明けていなくて、しかもクリスマスの前なんですよ。前回の動画でパッキング動画を出したと思うんですけど、年末年始でちょっとヨーロッパの方に旅行に行くので、出発前に撮っておこうと思って、ちょっとまだクリスマスも来てなくて様子がおかしいんですけど、ないものとしてちょっと扱ってください。今回はちょっと新年ということでですね、久しぶりに質問コーナーをやっていこうかなって思います。結構私の YouTube 見てくださってる方は、本当私が YouTube 始めた当初ぐらいから見てくださる方もとっても多くて、私のことについてみんないろいろ知ってるんじゃないかなとは思うんですが、最近質問コーナーあんまりやっていなかったので、今回インスタグラムで事前に募集しまして、みんなの質問を全部読ませていただいてピックアップもさせていただいたので、今日はそちらにトンと答えていこうと思います。今回は特にジャンルとか決めずに、何でもいいので質問よかったら送ってくださいって言って募集しました。ということで、新年一発目の質問コーナーやっていきたいと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。肌荒れが激しいのですが、これっていうスキンケア用品ありますか？結構スキンケアの質問来ていました、今回の質問コーナーで。肌タイプ的には、あまり荒れとかは気にならないタイプで、まあでもすごく乾燥肌だったりとか、やっぱ生理前とかはちょっとニキビができたりとかするんですけど、肌荒れ気になるなって時に使うのがエカトっていうスキンケアなんですけど、私はローションがめちゃくちゃ好きで、オールインワンなので1本で完結できるっていうのと、本当に肌の調子が良くなるので、大好きで使ってます。まあ、あとデイリーケアとしては、やっぱシカのフェイスマスクが私的には自分に合ってるなって感じてるので、特に肌荒れ気になるなっていう時とかは結構そこら辺を使ってケアしてます。今コーデで死ぬのに迷ってます。ファッションが好きで、シュナタみたいにブランド立ち上げたりってしてみたいけど、大学も捨てがたくて、自分の好きを仕事にするってやっぱり難しいんですかね。まあ本当に私も今こうやって自分の好きなものを発信してお仕事としてやらせていただいてるんですけど、まあ、もちろん今のお仕事はやっていて楽しいんですが、やっぱり難しいなっていうのはすごく実感します。なんか好きだからこそ、その仕事としてやることと本当に好きなこととしてやることって、またなんかちょっとベクトルが違うっていうか、それをこう合体させて自分の好きなことだけをしてお仕事をしていくのはなかなか厳しいんじゃないかなって私は実際やっていてとっても思います。まあでも私はどちらかというと自分の好きな方にこう結構偏ってるというか、自分が好きか好きじゃないかで結構発信する内容だったりとかも決めてはいるんですけど、まあでもやっぱりちょっとその中でこうなんか悩むことっていうか、ちょっとこうもどかしいこととかもあったりするので、でも実際やってみないとそうやってわからないことだと思うし、興味があることはとりあえずたくさんやるのがいいかなっていうふうに私は思います。まだ高2だよね。だって高2なんてもう可能性が無限大なので、とりあえず興味があることがあるんだったら、もうどんどんチャレンジしていくのが私的にはいいかなって思います。いつかは幸せになるって確信してるんですけど、そのいつかっていつ来るんでしょうか。自分にとっての幸せってまず何なんだろうっていうところからちょっと入ったりもするんですけど、まあでも結局なんか幸せだなって思う時って、何事もこう前向きに捉えられていたりとか、明るい気持ちの時はこうだいぶ気持ちに余裕があって、小さなことでもああ幸せだなって思えたりすると思うんですよ。例えば家庭を持って家族みんなで楽しく過ごしますみたいなのが幸せであるんだとしたら、まあ、それをゴールにしてる、それが幸せっていうのは確かにわかるんですけど、でも実際にその家庭を持ちました、あ、じゃあ幸せってなる時って、その時もなんか来ない気がするんですよ。私的になんかふとした時に幸せだなって感じたりとか、自分の感情がすごいポジティブで明るい時に幸せだなっていう風に感じることができると思うので、マインド的な問題なのかなっていう風に思いますね。幸せな出来事は絶対にあるとは思うんですけど、多分今のその感情的にもしかしたらちょっと自分の中で考えてることだったり、心配なこと、不安なこと、焦ってること、緊張してることとかがあって、心に今余裕がなくてっていうことなのかなってちょっと思ったりします。私はそうなのかなって感じました。年下と付き合うことについてどう思いますか？最近はでも
まあ、自分もちょっと年齢を重ねてきまして、やっぱ数年前とかはね、年下ってなるともう学生とかになっちゃうから、うーんっていう感じだったんですけど、最近はなんかその実年齢っていうよりはやっぱ精神年齢が大事だなってすごく思いました。だからまああんまり実年齢とかは気にしないのかなとは思うんですけど、でもやっぱりただ長く生きてる分いろいろ多分経験してることもあったりとかすると思うんです、まあ、なので私的にはやっぱその年上の方とかと話してて、自分が経験したことない話だったりとか、その年上の方が私の年齢の時になんか経験していたこととかやっていたこととか聞くのはすごい好きなので、話してて楽しいなとか思うのはやっぱりまだ年上の方なのかなって思いますね。何でもスニーカー知りたいです。私的にはスーパースター、アディダスのスーパースターが天才だと思ってます。なんか流行り廃りがあんまりない感じもするし、本当にシンプルなスニーカーなので何でも合います。マジでシナタンみたいな生活をしたいと思ってるんですが、今の生活に不安はありますか？もちろんあります。将来のこととかを考えるともちろん私も不安になるので、どうなるかわかんないし当たり前なんですけど、でしかも私がこの今やってる仕事がいつまでもできるとはもちろん思っていなくて、いつできなくなってもおかしくないとは思っているので、そうなった時にどうしようかなっていう不安はもちろんありますけど、なんかまあその時はその時で自分なりに考えて行動するなするんだろうなって思うので、不安はないとは言い切れないですけど、なるようになるかなって思ってます。2024年挑戦したいことはありますか？実は私今年年女なんですよ。だから何って感じなんですけど、別にそれとは全く関係ないんですが、今年ちょっと富士山に登ってみたいなって思ってます。なんか友達と一緒に話してて、来年夏ぐらいに富士山登りたいねみたいな感じで、本当にうっすらなんですけど話していたので、ちょっとそれを実現したいなとは思ってますね。新年から念願の一人暮らしを始めます。シュナタンが思う暮らしを充実させるコツは、私的にはやっぱ一人暮らしなので一人じゃないですか。その一人でも楽しめることを見つけるっていうのがとっても充実させるためには必要なことなんじゃないかなって思います。もう私の場合で言うとやっぱインテリアだったり自分の好きな空間を作るっていうのがすごくテンション上がるし楽しいので、なんかそういうことを見つけられると一気に一人暮らしが楽しくなると思います。現実と向き合う方法、私もやっぱとても空想家な部分がありまして、本当に現実逃避ばっかりしてます。なるべくギリギリまで面倒くさいことには手つけないタイプなんですけど、例えば細かいことで言うと、前にもなんかチラッと話しましたけど、私は本当にお風呂に入るまでにとっても時間がかかっちゃうタイプなので、そういう時はもう声に出します。とりあえず自分がこうやらなきゃいけないっていうモードにさせるっていう感じ、ちょっとこう声に出して自分に言い聞かせてみるとかしてみるといいかも。めっちゃおしゃれなシュナタン嬉しい。自分磨きで大切にしてることは、私は結構常に新しいものに挑戦したりとかするのが自分の中では自分磨きをしていく方法なのかなっていうふうに思ってて、なんかやっぱまあ自分に似合ったもの、自分がしっくりくるものをやり続けることもいいとは思うんですけど、それ以上の多分変化がしにくい気がして、なんかもっともっとこう幅を広げて自分の気になるものをとことんやってみる。例えばメイクだったらこのメイクの方やってみようかなとか、この色使ってみようかなとか、まあファッションでもこの合わせ方今までしたことなかったやってみようとか、この色の合わせ方もやったことなかった、この色そもそも挑戦したことなかったみたいなものも実際やってみると、自分がこう着ててテンション上がるな、好きだなこれみたいなことが見つけられると思うので、私はどちらかというとこう常に新しいものに挑戦していきたいタイプです。上着されたらどうしますか？同じ女の子で2回目ででも別れてくれなくて、なんかぶっちゃけ言うと同じ子2回はちょっときつい。さすがにちょっとなんか、いや絶対好きやんってなっちゃうと思いますね。で別れてくれないもちょっと意味が私はちょっと理解できないんですけど、なんでなんで別れてくれないんだろう。だからでもやっぱそういう風に思われちゃってるんじゃないですかね。俺にならついてきてくれるっしょみたいな感じでちょっと舐められてる気がしますね。別れてくれないのは、私だったらもう絶対に何が何でも別れる。本当にめちゃくちゃ好きでっていう場合もあるとは思うんですけど、私だったら2回もしかも同じことを浮気されちゃって
ったらちょっともうその人のことを好きとかっていうレベルで見れなくなっちゃう気がするので、なんかお互いが別にそれで許せるんだったらいいと思うんですけど、もしこの質問してくれた方がちょっとでもなんかわあ嫌だなって思ってる感情があるんだったら絶対に別れるべきだと思うし、自分の価値も下がっちゃう気がしません？そんな浮気するような最低な男と一緒にいるなんて、私はあなただけのものじゃないからねって言ってやりましょう。最近の気分の香水は何ですか？これは前インスタにもあげたんですけど、ディプティックのタムダオにめちゃくちゃ今ハマってて、すごくあのウッディな香りなんですけど、もう本当にこうサウナ入った時みたいな感じの香り。サウナって大体こうなんか木じゃないですか、周りが。そうなんかああいう感じの香りが第一回目に来て、でも時間ちょっと経つと本当にあのミルクのようなめちゃくちゃ柔らかい香りがして、すごく落ち着くし超好きな香りです。2024年に買いたいもの、確かね3月14日だったっけな、が最強開運日なんですね。2024年のあ15でした、15日が最強開運日で、で私3月17が誕生日なので、ちょうどそれもそこに合わせてお財布をちょっと新調したいなって思ってます。今ちなみに私このリーゼルの黄色のお財布使ってるんですけど、気分転換にっていうか、まあ結構あれも使ったので財布新しくしたいなと思ってるんですけどね、なかなかこれっていうものに出会えなくて、それまでには間に合うように買いたいなって思ってます。付き合う時の絶対条件、まあどうなんだろう、私本当に、まあ、動画でも話してますけど今までお付き合いをしたことがないので、なんか逆に聞きたいですね。高校はちょっと気をつけた方がいいんじゃないみたいな。でも人によって違うのか、なんだろうな、なんか一人の時間を作れる方がいいかもなんかずっと四六時中一緒にいる、もうラブラブみたいな感じよりは一人でも楽しめるんだけど、でもなんか一緒に行くと落ち着くしみたいなっていう人がいいのかな。どうなんだろう、どういう人が合うんだろう私。でもなんか私にもちゃんとこう興味を示してくれる人がいいかなと思いますね。やっぱなんか向こうばっかり話して、私には全然興味を持って質問とかもしてくれないとか難しいですね。私ってなんか猫っぽいのかな、向き合ってほしい時と離れたい時とが多分すごくあるタイプなので、それを理解してくれる人の方がいいなと思いますね。今一番気になってるブランド、ちょっと何個かあるんですけど、ビスジーン、ジェーンっていうブランドと、シャロームっていうブランド、まあ、シャロームはね何回か動画でも出てますが、とノーファイスっていうブランド、あとビンバワイローラ、違ったらすいませんなんですけど、バッグがすごく可愛くて、こういう感じのバッグが有名だと思うんですけど、すごいいろんなカラーもあったりとかして可愛くて、ここら辺がちょっと気になってるかなっていう感じですね。超無難に好きな色は、私は好きな色はないですね。その時でめちゃくちゃ変わるタイプなので、その時の自分の気分とか感情とかそれですごく変わっちゃうので、好きなものないんですけど、強いて言うならでもやっぱ赤とかはちょっと気分上がりますね。赤のお洋服とか赤色のネイルとかもそうですし、赤色リップとか結構私赤好きかもなって思ってますね。まあ、でも私のあのラッキーカラーは紫ですね。名前に入ってるので紫がラッキーカラーです。東京に行ったら行くべきなカフェ教えてください。バルコニーバイシクスっていう、前はシグスバイオリエンタルホテルっていう名前で有楽町にかなあったんですけど、そこがねなんか建物の開発で閉店するってなって、最近移動してバルコニーバイシクスっていう名前で新しくお店をやってるんですけど、そこのねパンケーキをマジで食べてほしい。私パンケーキであんだけ感動したの本当に初めてレベルで、めちゃめちゃ美味しくて、なんかねバターがすごい美味しいんですよ。パンケーキももちろんふわふわで美味しいんですけど、その上に乗ってるバターがなんか塩味とかがちょうどよくてめっちゃ美味しいので、ちょっとそれ絶対食べてほしいなって思います。自分にとっての理想像を教えてほしいです。なんか自分の好きなものっていうか、自分の好きがとってもしっかりしていて、好きなこと、ものに対して愛だったりこうお金とかをもう惜しまずにかけれる人っていうのが私の中では結構理想像であって、今はまだだからその好きなものが明確にはなっていないので、ある程度なんか自分の好きなものってこういう感じだなっていうのはわかるんですけど、その中でも特にっていうのがまだ見つけられていないので、今はそれをちょっと見つける段階かなっていうふうに思ってますね。普段単独イベントとかって難しいですか？そう、これやりたいんですよね。
なんかいつもやっぱりみんなで会える機会ってなるとブランドやっているので、それのポップアップとかになっちゃうので、でもやっぱりね、お洋服別に興味ないっていう方もいらっしゃるじゃないかなっていうのも思うし、ってなってくるとそこで会えない方もいると思うから、なんかイベントやってみたいなとか思うけど、今のところ予定はないですね。でもやりたい、会いたいみんなにとは思ってます。今年絶対叶えたいことはありますか？地方でポップアップを絶対にしたい。もちろんさっき言ってたその単独のイベントもそうですけど、ちょっと地方でやっぱりポップアップしてくださいっていうお声もすごいたくさんいただくので、前で一回大阪は行ったんですけど、大阪ももちろんまた行きたいし、地元の名古屋とかもやりたいし、福岡とかにもやりたいし、ちょっと地方行きたいですね。好きな飲み物は絶対水。Always 水です。私はもし YouTube もブランドディレクターもしていなかったらどんな仕事に就いていたと思いますか？なんだろうな、ブランドのディレクターは20歳になってからなので、学生の時は YouTube をもう本当にずっとやってきていたので、それ以外のことをあんまり見ていなかったというか、それ以外のことは未定だったので、ついていたなって思うものは特にはないんですけど、でもなんかやってみたいなとか、ちょっと興味あるかもなって思うのはバイヤーさんとかいいなって思いますね。いろんな国に買い付けに行くみたいなバイヤーさんがしたかったですね。旅行も好きだし、ファッションもやっぱ好きなので、いいなって、楽しそうだなってちょっと思います。別に大したことないけど、嘘をよくついてくる友達とはどう付き合えばいいですかね？大したことないだったら、まぁ、ちょっと自分が大人になって、あ、またねっていう感じで、すごいなんか上からみたいな感じになっちゃうけど、まあでも、もうそうするしかないかなって思います。嘘つく人って、私の経験上、あんまりこう、治らないと思うんですよ。虚言癖っていう言葉もあるぐらい、やっぱりこう癖だから、もうなんかそれが当たり前みたいな感じになっちゃってると思うんで、まあ、もちろんその子がとっても大切で、本当に今後も絶対仲良くしていきたいっていう子だったら、あんまり多分得しないよっていう風に伝えるかなと思うけど、学生でね、こうグループがあってとかいろいろある場合もあるじゃないですか、会社でとか。なんかそういう場合はもう本当にいい具合にある程度の距離を保って、自分がちょっと大人になって付き合っていくのがいいんじゃないかなって思います。もう本当にそれで自分がもししんどくなっちゃったら、もう関わりをやめたらいいと思うし、その子に使ってる時間ももったいないかなと思うから、まあ、でもなんかそのうちその痛い目を見るっていうか、マイナスになっちゃうのはその嘘をついちゃう子だと思うので、なんとなく付き合っていけばいいんじゃないかなって思います。今の恋愛事情、今の恋愛事情はもう本当に毎度申し訳ないんですけど、何にもなくて、相変わらずですけど何もないですね。特にちょっとまだそういうタイミングじゃないのかなって思ってます。新しいことに挑戦して思うようにいかないとき、シナタンならどうしますか？まあ思うようにいかないことが本当に大体だと思うし、なんかそれだけのこと、大きなものだったりとかに挑戦しているっていう証拠だと思うので、とりあえずは自分が満足するまで頑張ってみるかな。で、もうどうしてもあ、これは自分に向いていないんだなって思ったら諦めるかな。小さい頃好きだったキャラクター、私はもうスティッチが大好きでした。本当に部屋中がスティッチのおかげで青かったですもん。もう何から何までカーペットあったっけ、カーペットも確かスティッチだったし、寝具もスティッチだったし、スティッチのぬいぐるみとかもゲーセンで超取ってもらって、もう大きいのをとりあえず3体ぐらい色別であるのと、あとちっちゃいのがもうブワーって並んでありましたね、壁沿いに。スティッチのあの CD を聴けるプレイヤーみたいなのもあったし、スティッチのパジャマを着て寝てたし、マジでスティッチまみれでしたね。どうかしてた。これまでの人生を語ってほしい。ファッションに興味持ち始めた理由とか、YouTube を始めたきっかけとか。ファッションは自分の中でこれって言った起点みたいなのは特にない気がしてて、なんかほんと気づいたら、お洋服が好きでしたね。ちっちゃい時とかもお母さんとかね、おばあちゃんとかとお買い物行った時に、なんか服のコーナーがあったら絶対私そこにいて、いろんなお洋服見まくってたりとかして、あと小学校も私服の学校だったんですけど、その時もまあ今ほどこういろんなお洋服持ったりとかしていなかったので、ある程度こうパターンはねもちろん決まってたんですけど、こう自分で選んで自分なりのこだわり持って、例えばこことここの柄揃えるとか、ここの色とここの色揃えてみるとか、なんかそういう感じでこだわり持ってコーディネートしたりとかしてたので、本当に多分そういう人間だったお洋服が好きな人間だったのかなって思いますね。まあでもあとはやっぱ私が小学校ぐらいの時かな、ギャルがすごい好きで、エッグがめちゃめちゃ好きだったんですよ。その時
もう超ギャル雑誌なんですけど、それを見まくって、で好きなモデルさんもいたりとかして、毎月買ってた雑誌は。で YouTube はもともと私 YouTube じゃなくてミックスチャンネルっていう、今はライブ配信がメインのアプリなんですけど、その当時はもうほんと TikTok みたいな感じで、すごい短い動画を、正方形だったんですけど当時、それを上げれるみたいなアプリがあって、最初私そのアプリを入れたきっかけは、当時友達にバースデームービーを送るのが流行ってたんですよ。手書きで一枚一枚こう歌詞とかなんか文とか書いて、それをもう超細かく動かしてとかやって、つなげていってコマ送りみたいな感じっていうのかな、そういうのを作るのがめちゃくちゃ流行ってて、で私はその編集をしたいと思ってそのアプリを入れたんです。で最初は本当に編集目的だけで使っていて、動画アップロードできるのはしてたけど別にそれはしてなくってみたいな感じで使ってたんですが、なんかわかんないけどふとあ上げてみようかなと思って上げ出したんですね。でもう最初はそういうムービーとか上げてたけど、なんかだんだんやっぱリップシンクって言って、本当今で言う TikTok なんですけど、なんか口パクで例えば2人でダンスみたいな、双子ダンスって言われてたんですけど、そういうのやったりとかっていうのがそのアプリ内でめっちゃ流行ってて、なんかそういうのもちょっとやってみようかなみたいな確かそうだったと思うって感じで、友達と撮ったりとかしてあげてて、でまあそうしたら結構見てくれる人が増えて、なんかこう私のメイクについてとか私のファッションについてとか興味を持ってくれる方がいて、なんかその当時もミクチャでスマホで撮ってメイク動画編集してあげたりとかしてやってたんですよ。まあそこからいろいろ吹っ飛ばすと事務所に結局入ることになって、でその事務所でとってもなんか裏話っていうかビジネスの話になっちゃうかもしれないんですけど、まあ、YouTube っていうのがやっぱり今後は来るっていうかいいと思うからちょっとやってみるみたいな感じで声をかけていただいて、でも私も動画作るのとかすごい好きだったし、でしかも YouTube ってミクチャよりも全然長い動画をアップできるんで、もっと詳しくメイクについてこだわり説明したりとかっていうことができるんですよ。だからすっごいいいなと思って、ちょっとやってみようと思って、でそこからまあなんかいろんな方の YouTube 見るようになったりとかして勉強して、今ずっと続けてるっていう感じですね。いろいろぶっ飛んでたかもしれないけど、大まかに言うとそんな感じです。次に狙っているインテリアはありますか？今はポスター、あそこにあるポスターはね、ちょっとそろそろなんか飽きてきたので変えようかなって思ってて、リビングにあのカフェスペースって言って、ちょっとカフェっぽいスペース空間を作ってるんですけど、そこに置いてるあのランプがあって、それがあのホームエコノミクスエクスペリメントっていうブランドのやつなんですけど、そこのチェアが今めちゃくちゃ欲しいです。そのランプに合わせてちょっとチェアもカフェテーブルのところに置きたいなっていう風に考えていて、すっごい可愛いんですよ。でもほぼ一点物とかなので、確かなかなかねちょっと売り切れもあったりとかして買えないんですけど、そこがちょっと今気になってますね。 YouTube でそこの家具を置いてる方の動画を見て、え、めっちゃ可愛いと思って、でもどこのか分かんなくて、どこのものなんだろうって思ってて、でもなんか画像検索とかいろいろしまくってしまくって、ようやくこのホームエコノミクスエクスペリメントのものだっていうのを見つけ出しまして、そうで本当に可愛いんですよ。デザインがいろいろなんか集めたいなって思ってるブランドですね。2024年の国内旅の候補はありますか？3月に私家族旅行に行くんですよ。ずっと私鳥取砂丘に行ってラクダに乗りたくって、ずっとそれがねようやく叶いそう。その鳥取行って泊まって、次愛媛で泊まって、まあ香川とか行って、最終的にあの兵庫でグランピングをするっていう、結構まあいろんなとこ転々とするんですけど、その旅行にね行くのが結構楽しみです。ひなたんの本名の由来教えてください。紫に夕日の夕に那覇の那で秀那って読むんですけど、この漢字の理由は那覇の那っていう字になんか美しいっていう意味があるらしくて、こう紫の夕日のような美しい女性になってほしいっていう意味が込められているそうです。で、シューナっていうのはなんかお父さんがシューっていう響きが気に入ったらしくて、つけたいってなって、で、なんかシューアーから順番にシューイー、シューウー、シューオーみたいな感じでやっていた時に、あ、シューナかなってなってそうなったらしいです。家族で集まって毎年することはしてたことは、私の家族はあのパ
パーティーがすごい好きで、そんななんかめっちゃ盛大にパーティーとかじゃなく、本当にみんなでご飯食べるみたいなのが本当に大好きで、多分みんなねご飯が好きなんですよ。とにかく美味しいものが好きで、それをこうみんなで食べるっていうのが私の家族では定番なので、なんかそういう行事ごと、みんなの誕生日は毎回家族集まって誕生日パーティーしてたし、クリスマスだったりとか、こうみんなで食卓囲んで食べるみたいなのがとっても大好きな家庭ですね。シナタンと同い年の彼氏いない歴イコール年齢です。周りは結婚してる人も増えてきて、付き合ったことないことがコンプレックスとか焦りというより、自分だけを置いていかれるような気持ちになってます。そんなこと思う必要ないでしょうか。シナタンは気にしてないですか。ぶっちゃけ私はなんか焦る方かな、どっちかっていうと。焦りはちょっとあるはあるけど、置いてかれてるとか思ったことはないかな。なんかまあやっぱりそれぞれ自分の生活スタイルとか生活のペースっていうのはあるので、なんか周り結婚していて自分だけこうポツンって置いてかれてるっていう感覚はないかな。わかんない。でも私の仲いい子で結婚する子があんまりないっていうのももしかしたらあるかもだけど、でも恋愛がなんか全てじゃないし、なんかその分私は自分に時間をかけてるなっていうのは思うので、その時間を使って自分に投資してるんじゃないけど、それなりにこう自分のためにやってることはやっぱりあるかなって思うので、なんか置いてかれてるとかって思う必要ないかなって私は思います。本当に10人十色なので。2024年行ってみたい国はオーストラリアに行きたいです。私はずっとなんかこれがしたいとか特にここに行きたいみたいなのはないんですけど、オーストラリアにとりあえず旅行に行ってみたいですね。シナタンが一番効いたなって思う足汗を教えてください。私はもともとすごい多分足に筋肉がついてるのと、でまあその上にさらにお肉だったりとか脂肪とかが乗っちゃってる、結構もう本当に面倒いタイプなんですね。それは中学校の頃結構部活を真剣にやっててバレー部だったのでっていうのもあるかなと思うんですけど、まあ、なのでやっぱ自分で手でこうやるのはちょっと限界があるなっていうので、恵比寿にあるビューティースタイリングっていうところに通ってるんですけど、今もそこでねこうやってもらった後すっごい足がスッキリするし、でぶっちゃけめっちゃ痛いんです。本当にもうちょっと通うのサボったりしたらマジでもう痛いってなるぐらい痛いんですけど、でもやっぱその分その足に悪いものが溜まっているっていう証拠だし、本当にサボったらサボった分だけ痛くなるので、本当に効いてるんだなっていうのが分かるんですよね。だしやっぱこうほぐれるのですごく足もとこうスッキリしやすいなっていうのは思うので、私はそれがすごく効いたなって思ってます。であとはやっぱりまあそれぞれの本当に足のタイプっていうか一番の原因が何なのかっていうのでマジで変わってくると思うんですけど、脂肪とかが気になるんだったら多分運動して筋肉つけて代謝良くしてっていう風にやっていった方がいいと思うんですけど、筋肉とかがついてみたいなで足がこうちょっとごつく見えちゃうとかっていう場合は絶対にこうマッサージして筋肉をちゃんとほぐしてあげてってやった方がスッキリ見えるかなって思うので、私はどっちかっていうと鍛えまくるってよりはマッサージもしっかりとしてっていう風にやった方がいいなって思います。状況を考えているのですが、地方出身のこともあり人の多さや世話しなさについていけるか心配です。シナタンは状況の際そんな不安ありましたか、あったとしたらどうやって乗り越えましたか。私はあんまり上京するっていう段階ではなんかそういう人の多さとか世話しなさっていうのについていけるかなっていう心配は特にはなかったです。それよりも一人暮らしっていうのがまず初めてだったので、家のこと何にも知らなかったからやれるのかなっていう、自分で暮らしていけるのかなっていう心配はありましたね。でもそれはもう本当に一人暮らしやってみると、まあ、自分でやるしかないのでなんとかもやれるようになるから大丈夫なんですけど、私の場合東京に上京する前に愛知から結構な頻度で東京に通ったりとかしてたんですよ。まあ、なのでそこで多分だいぶ人の多さとかには慣れたのかなっていう風に思います。その通ってる時期があったからその心配はなかったんですけど、まあ、でも東京もやっぱ人多いし、まあ、みんなねこう早歩きでなんか忙しいなっていう感じはするけど、東京の中でもちょっと比較的落ち着いてる場所とかはあるので、そういうところを見つけるのがいいと思います。なんか自分がリラックスできる場所はあると思うので東京でも、私の場合はそれね結構豊洲なんですけど、
豊洲は本当ね、いいですよ、おすすめ。親友ってどんな人のことを言うと思いますか？まあシンプルだけど、本当にまあ上目の関係じゃない人、友達ですよね、やっぱシンプル友達によっては上目っていうと本当悪い、なんか言い方悪く聞こえちゃうかもしれないんですけど、こうちょっと自分を作ったりだとか、よく見られたいなとか、それはね、もちろん初対面の方だったりとか、まだ関係が浅い方とかってなると、どうしてもそういう風に思っちゃうとは思うんですけど、なんか本当に親友のことかって、思いやりはもちろんあるんですよ。思いやりはもちろんその子に対してあるんだけど、なんかもう何も考えずとも接せられる、本当に自分が素でいられるっていう子はやっぱ親友だなって思いますね。あとはやっぱその子のために時間を使いたいなって思う人かなっていう気がします。なんか少しの時間でもいいから会いたいとか、まあ、そういう子って心からこう信頼してて大好きな人だと思うので、親友かなって思いますね、私は。2023年に学んだこと知りたいです。大切な考え方とか、しのたんの考え方を参考にしたくて。嬉しい、なんかそう言ってくれて。なんか結構私って、頑固なタイプだし、割と考え方が一方通行、一直線で、まっすぐで、割とブレないタイプ。まあ、それが、いい場合もあるんですけど、今までは本当に今自分が当たり前みたいな、自分が絶対にこれは合ってるんだみたいな感じで、全てのことではないですけど、ある程度自信があるものは貫いてきたんですけど、自分の考えを、まあ自分の意見を持つことも大切だし、自分を信じてあげることも大切なんだけど、いろんな人と話して新しい価値観を知ることがやっぱ大事だなって思います。なんかそれを聞いてまず知る、でそこからその価値観を自分の中に取り入れるか取り入れないかはまた別だなと思ってて、なんか全部取り入れてっちゃうと本当にもう自分の意見ない人間になっちゃって、もうバラバラみたいな感じになっちゃうと思うんで、ある程度は取捨選択していきながら、なんかこう自分の考えをよりこうブラッシュアップしていくというか、なんかもっと世界は広いし、いろんな考えがあるし、いろんな人と話すことってやっぱり大事なんだなってめちゃくちゃ思いました。いろんな知識を取り入れたりとか、今まで自分が思っていた考えがあったとしても、その人の考えを聞いて、でもやっぱ自分はこういう考えだなって、よりこう自分のことを分かったりもするだろうし、逆に新しいことを聞いて、あ、そういう考えがあったんだ、確かに私もでもその気持ち分かるし、どっちかっていうとそういうことなのかもしれないって新しく気づけることもあるだろうし、なんかそれで人と話すことでより自分についても理解できるし、自分の意見をより持つこともできると思うので、やっぱ会話ってマジで大切だなって改めて思いました。なんか私あんまりこういろんな人と積極的に話すっていうタイプじゃないので、なんかだからこそずっとこう閉じこもったというかだったんですけど、やっぱりいろんな人と話してみることで面白いこともあるので、結構それは2023年で改めて気づいたなっていう感じですね。はい、ということでこんな感じでめちゃくちゃ喋りました、超喋っていきましたが、新年の質問コーナーは以上となります。皆さん本当にありがとうございました。たくさん送っていただいて、結構今回はなんか人生相談というか相談系の質問が多かったかなっていう印象なんですが、まあ少しでも参考になったりだとか考えてることとかが伝わっていれば嬉しいなと思います。また今年もね、ちょっといろいろと新しいことにチャレンジしていきつつ、 YouTube もしっかり頑張っていきたいなっていう風に思うので、まあ結構私は自分のペースにはなってしまうんですが、まあ、自分の好きなものとかをね、いろいろこう自分なりに自分の方法で発信していけたらいいなっていう風に思っているので、これからもこんな私ですが、ぜひぜひ応援してくださると嬉しいです。新年なので新しい気持ちでまた1年過ごしていきたいなっていう風に思います。改めて本当にいつも見てくださる方、コメントしてくださる方、ありがとうございます。とても励みになっております。今年もこの私のチャンネルをたくさんの方に愛していただけたら嬉しいなと思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。